まあ大丈夫だろう。異国の地で商売をしているミローネ商会なら木を見る速さも一流のはずだ。ちょっと昔のことを思い出してな。いや今の主のようにやっとってはそれは見事にすっ転ぶんじゃ。あっちの狼の姿を見ても少しも驚かん。変といえば変じゃったがいいやつじゃった。じゃあ一線を引かずにわっちと親しくしてくれた。そう初めての友人じゃった。本当に間抜けでな。わっちもよう呆れたわ。